悪玉姫は、田村がたり並びに、坂の上の田村マロ伝説に登場する伝説上の人物。文献によっては、悪玉、悪玉御前などとも記されている。地方伝説では、あぐり玉、あく玉、あぐり玉、あぐちたなどと表記され、先遊丸を生むことは共通しているものの、坂上田村丸の母とする系統と、 坂上田村丸の妻とする系統に分類でき、いずれも屋上瑠り、田村三大器での一節がそのまま、悪玉姫伝説として、東北地方の各地域に定着したものである。歴史上の人物である、大納言、坂の上の田村丸の母については、一切不明であり、妻についても、清水寺演技で、三好清次の娘、高子の名前が伝わるのみで詳細は不明である。 室町時代の京都で成立したおとぎ宗田村の宗師では、藤原俊人氏が、道の区国田村号の先祖と千切りを交わして、田村丸春秋が生まれるが、作中では、名前は登場しない。一方で、田村の宗師を定本として、江戸時代の東北地方で演じられた、奥上瑠璃、田村三代記では、田村利光が、道の区国三春の悪玉姫と千切りを交わして、 田村丸と人が生まれるとあり、作中で、名前が登場する。田村の宗始では、イ類イコンインタンの種類が、オロチと戦場の二重だが、田村三代記では、星の御子とオロチと悪玉の三重のイ類イコンインタンで、田村丸と人を強調している。田村三代記では、田村の宗始など、おとぎ宗始系にはない田村俊光による、お借りが描かれる。田村三代記は、第一軍。 第2軍、第3軍に分類され、第1軍は、悪老創作の山狩りが主体となり、中性的説話を色濃く伝え、おとぎ造史からの個体を残す、写本軍となる。第2軍では、第1軍にはない、将軍巻狩りの段や、塩釜神社の縁起などが挿入され、七つ盛りでの壮大な巻狩りが描かれる。どちらも、お借りを通して、悪玉とのちぎりがもたらされる点は、 共通する。第二軍が成立する過程で、アクロを討伐が、欧州兵ランチングへと変化したのに合わせ、戦場に悪玉姫という名前が不快されたものと推測できる。屋上瑠璃、田村三代機が、盛んに語られた東北地方では、岩手県一ノ関市の鬼市街や欧州市、衣川地域の霧山禅場など自社演技や、地名伝説が、 田村三代記の内容と直接関係しつつ、創出された。それらと同様に、田賀城市でも悪玉御前と千有丸の伝説は、屋上瑠璃、田村三代記そのままであり、それが伝説化を遂げて定着したことは明らかであると記述している。岩手県市和郡市和町赤沢では、あぐり玉伝説が伝えられている。石巻市宮城県石巻市港にある例、 羊崎神社では田村マロ将軍、悪玉御前の木像が収められている。大和町宮城県黒川郡大和町吉田では、悪玉姫伝説が伝えられている。理府町染戸の神社塩釜神社の境外抹茶で、理府町赤沼にある、染戸の名人とも呼ばれる、赤沼名人は、田村三代木において、仮安宗は悪玉が千有丸を産む、際の地がかかって生じたもので、 この明神に、悪玉御前を祀ったとある。また、理府町付近では、三室原は悪玉が出産の時に産屋を建てたところ、えな桜は、千有丸のえなを治めたところ、小安観音堂は、悪玉御前の森本武を安置したところ、伊豆佐姫神社の旧門長者屋敷屋とは、悪玉の主人が住んでいたところ、神谷宅の化粧板は悪玉が上洛する時に化粧をしたところと、 それぞれ伝えられている。仙台市宮城県仙台市若林区にある円福寺では、本尊聖観世音菩薩は、聖徳大使作であり、田村将軍、年人の侍目掛け悪玉のご自物で、年人の子である田村麻呂を生んだ悪玉がここで、諸生したという。悪玉、観音や小安観音と称されている。宮城県仙台市泉区村の寺にある道雲寺では、 法内風土記や、道雲寺演義で、佐賀の寺とも称し、坂上狩りとマロとリフの悪玉女の間に生まれた千熊マロがこの寺で学んだとある。秋田県大戦士荒川村免ビでは、悪玉美姫伝説が伝えられている。山形県では、大宇関関門老子、長谷道上のや長市の早急神社などに、田村麻呂による混流としている寺社は確認できるものの、 田村語りに関連した伝承は皆無に等しい。安倍三夫は、阿玉桜は、かつて、山形県でも、田村語りが語られていた痕跡ではないかとしている。福島県郡山市田村町特定に立つ、伝説委体将軍坂の上の田村マロ厚生誕の地、非福島県郡山市田村町にある、八千神社は、坂の上の田村マロの生みの親という阿口田姫を祀る。 近くには産湯に用いたという三清水も伝えられており、隣の高台には、坂の上の田村マロ没5200年記念事業として、森聖藩漢字記号の伝聖遺体将軍坂の上の田村マロ高生誕の地、石踏みが建てられ、1200年代延期と共に同年に、起こった、東北大震災の犠牲者の諸類供養の意が禁、国されている。柳田国は、 田村三大期に登場する悪玉は立江星の阿流であり、身辺に通じた女であると結論している。堀一郎は、論文、田村文芸の進行背景の中で、田村も立江星も山の神神話の変化で、還元すれば、いわゆる竹見和知人と竹見中田人の国つかみに、対する天神友好政党の中性的一、形態であり、内氏は、富士。 つくばや孫民将来の古風風土記伝説の文芸的展開でもあると論じている。安倍美紀夫は、堀の論文を受け、田村三代記は、不劇、妄想が抱いた幻想によって創出されたもので、基本的構造は、山の神の本寺の筋立てと、政府儀礼の形態を用いた、悪玉姫が登場する前半と、巫女の託戦形式を用いた立江星が登場する。 後半で展開されていると論じている。また、醜悪な姿の山の神は、修玄道の海祖、縁の行者や羽黒修玄の海祖、八小美子の姿で、生を超えて、縁の行者の母や、田村三代劇の年人の母、悪玉に引き継がれたとする。悪玉の他にも屋上瑠璃、時は午前倉間派、役の行者誕生誕の一節では、山和国の悪女午前という女人が生んだのが、 縁の行者になったと語られ、説教説、カルカヤ高野の巻では、空海の母語は三国一の悪女が、軍記物語、原平清水記では、坂田金時の母上は、足柄山に住む醜悪なる山坊が登場する。安倍は、このような説話を、悪女説話と称した。坂上系図別本には、坂上狩りとマロについて、道の区国間田軍誕生。 坂の上の田村麻呂について、欧州田村賞誕生などと中期されていることから、不死ともに、欧州誕生説がある。高橋隆氏は、狩田麻呂と田村麻呂ともに、欧州誕生説は、信ずるに足らぬ俗説に過ぎないとしている。鎌倉大蔵氏を、はじめおとぎ、宗氏、田村の宗氏や、屋上瑠璃、田村三代記などにも見えるものの、名前と地名との類似、 共通性から後世に腐敗されたものであるとして、全て信ずるに足らない、伝説の息を出るものではないと論じている。ありがとうございます。